รวมท่าไม้ตายทั้งหมดของอิจิโฮชิฮิคารุでは見せてやろうか。すべてを見抜き、すべてを見通し、勝利へのルートを導き出す。これが稲妻ジャパンの中枢機関、ザ・ジェネラルだ。必殺タクティクス、ザ・ジェネラル。蹴散らしてやる。何？早い！そんなありえない！一体どうなってるんだ？もらった！まさか！必殺タクティクス！みんなで突進！私たち早い！読まれているのか、動きを。一星が収集し分析した情報をもとに野坂が指示を送ってるんだ。あの二人が？やばい、今度こそやばい、やばいですよ。あなた少し黙ってなさい。さすがです、やりましたね野坂君。一星君、逃げる。俺の進むべき道が、ヒルムだ。こちらの動きを読んでいるというのなら、それより早く動くのみ。させるものか。俺は守ってみせる。勝つのは俺たちだ。それはそっちのセリフだぜ。勝つんだ。俺たちは勝って世界へ行くんだ。ゴージー先輩。おう、任せとけ。させるか。抑えろ。俺の走るルートが全部見えるぞ。調子に乗るな。ここまでだよ。あそこか。止めろ。ファイヤーレモネードと見せかけてパーッ。何？ペンギンだけじゃねえ。何？あの技。竜神鉄線。もちろん今この瞬間もね。クロイ、正々堂々真剣に戦えて本当に嬉しいよ。ああ、それに僕は覚えてるよ、あの時の君の言葉を。行くぞクロイ。ああブルースターバスト。やるね。カウンターアタックに持ち込めるか。リゾートしかない。これが最後のチャンス。行くぜ。ハイザキ。ゴーエンジさん
もラストリゾートを継承するとか抜かしやがって3人がかりでもできねえのかよ3人がかりでできないなら4人でやればいいんです。ああ分かったんです。3人のラストリゾートに足りないものが、それは俺の左足です。そうか、ラストリゾートは強力なパワーを生み出すために連続して左右の回転を加えてボールに風の膜をコーティングする技。でも灰崎くんは右利き、右足で左回転をかけることで技に必要なパワーが不足したんです。やっけ、ここまでか。野坂さん、あ、君の左足にかけよう。ラストリゾートシルバー。一星の左足を加えただけでなく、稲森と灰崎のツインシュートによってより強力なインパクトが生まれた。ラストリゾートを超えるラストリゾートシグマか。なんだこれは。ゴール。俺だってずっと仲間たちを裏切ってやってきた。でもそんな俺をみんなは救ってくれたんだ。だから俺は仲間たちのために何かをしたいって思う。人が人を思うって素晴らしいことなんだ。チェイン2プラネットブレイク。人は過ちを犯すものだよ。だけど立ち直ることだってできる。僕のように向き合ってぶつかり合って心をさらけ出し合える仲間がいる限り、きっと正しい道を歩める日が来るさ。チェイン3月光丸ツバメ返し。世界が喧嘩すんだったらすればいいさ。どんな喧嘩したって人は分かり合える日が来るんだからよ。チェイン4キャッチディープ。俺たちは国とか人種とかみんな違うけど、サッカーのおかげでつながれてこうやって強くなれたんだ。だからきっと人は一つになれるよ。チェイン5サンライズブレイク。ブラックシールド。塵になろうと通さない。選手たちが力を合わせて大きな勝利を勝ち取りました。実に面白い試合でしたね。